イエイ。皆さんおはばちは、宮内ゆきです。あ、戦わなきゃダメだね。昨日はほんとごめんな、ブチッとなんかいきなりコンセント抜かれたみたいな感じでさ。 OK、パソコンの電源が落ちちゃったんで。大国拳プラス3、へえ。ここから収録という形でお届けしてまいります。あ、もうボス戦って前まで来たし、OK。これ最後の宝箱多分 OK だから、4の島への道。まあどっちにしろあのエンディングがね流せないんで、メルゲルのちょうど前で配信終わろうと思ってたんですよ、昨日ね。みんなには言ってなかったんだけど。だまあちょうどいいっちゃちょうどいいんだけど。冥王の心臓の奥行こう。1年前の今頃はちょうどね、パソコンが1台壊れた時期なんで、もう雷がね1年前多かったからね。 OK、 俺に任せろ、俺に任せろ。お嬢さんと俺で頑張ります。やばい、あーこんなとこでしたね。今日は5月27日ドラクエの日、あれからもう寝て眠かったんで、朝今収録してます。朝何時だ、今8時半、レッツゴー。きっと、うわ、メルゲル、ようやくここまでたどり着いたから待ちかねたぞ、エテーネの生き残りよ。死の世界より来たるものって曲かな。行きましょう。この冥王に己が魂を捧げるため自ら現れるとは良い心がけよな。その冥王の爆破は死者たちの怨念で編まれたもの、聖者には決して解くことはできぬ。よっ、ナイス、ハートが光るね。メリー君、ありがとう。愛してるぜ。この鎖を生み出した死者たちの怨念は僕が引き受けた。一緒にあの世へ連れて行くよ。頼むわ。
だから君はネルゲルの方を必ず奴を倒してこのアストルティアに平和をもたらしてくれよな。任せた。任せろ。そして連帯者で僕の、よもや霊魂が我に逆らい、冥府のバクサさえも解き放つとはな。珍しいものを見せてもらった。だが貴様ごときがこの我を倒そうとは片腹痛い。冥王とはあまねく死を滑るもの。そして生きとし生けるものはすべて死からは逃れられるのだ。キャッ、かっこいいね。強いでいきます。冥王ネルゲル戦です。ピル、名前に霧が立ち込める。サンダルイチ、かっこいいよね。見破る、できないね。アークダイモンから、冥界のもん、ナイス。冥王ネルゲルやっつけた。飛ばせ1分52秒2球、きった。うわ、あ、昔のアニメーションのまま。グラーバカなエテルの生き残りごときがこの冥王に膝をつかせるなど。だがまだ倒れるわけにいかぬ。我には全世界闇の封印に落とすという目的があるのだ。大いな闇の攻撃、我に力を与えてまえ。凶物としてこの世を捧げようぞ。きった。うわ、先ほどの戦闘曲は死へのいざないという曲です。ネルゲル、グナー、すごい。命中をネルゲル、ゴリラや。ゴー、見よこの強靭な肉体を、この絶賛の魔力を。我は名城を練り、全ての城を作り出し、全てを死に伏せし者。今この力を貸しましょう。私たちの作り出せし降臨の上を戦いの場としなさい。
不を我の前に立つ者全てに等しく死を与えん。強いでいきます。明治王ネルゲル戦です。早読みです。ターン処理しない。そして完全ガード、取る。デスカード、取る。ダメージ完全ガード、いいね。サーモン半分いった、受ける。いいね。さあ決着するよ。オッケー、明治王ネルゲルをつけた。5万112ポイント経験値、800ゴールド獲得。オジャオタン1万2528ポイント経験値を獲得。討伐戦1分18秒01。ストーリーが進んだ。イエーイ、戻ってきたぜ。いける。エンディングはどうしても収録できないんで、アーカイブ上げられないんで。倒しました、ネルゲル。フックありがとう。私は再び山頂に戻って冥王の心臓の様子を見張っておりましょう。それでは道中お気をつけください。愛してずありがとう。またね。ホーロー。おお、ここにおったか勇気、すっかり探してしまったぞい。またお弁当食べてたね。お主の顔を見ればわかる。ついに冥王ネルゲルを倒したようじゃな。うん。本当によくやってくれた。これで奴に滅ぼされたエテーヌの民たちも浮かばれることじゃろう。だがこれでお主の旅が終わったわけではない。冥王ネルゲルは滅んだかもしれぬが、今もってレンダー社を包む闇の封印が解かれる様子はない。だが彼の地への航路もいずれ復活しよう。お主はその時に備えてさらに腕に磨きをかけておくのじゃ。レンダー社にあるグランゼドラ王国、彼の国の王女こそが覚醒した勇者なのじゃ。お主には姫君の手助けを頼みたいからな。さて、わしもこれからいろいろと忙しくなる。そろそろ立ち去るとしようぞ。また。では今はしばしのお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、次は連弾者の地で会おう。またね。はい、じゃあ。冥王獣ネルゲル撃破の討伐報酬のアイテムが旅のコンシェルジュに送られた。ナイス、冥王を撃てし者。冥王ネルゲルを倒し世界に平和をもたらした者を送る人、カラギホーロー、エルジュ、ラズバーン、ネルゲル、冥王。肩書き、冥王を撃てし者。フルッカいるかな。いるやん、いるよ。フルッカ、ごきげんゆう、ゆき様。スワンちゃんに乗って冥王の心臓まで行かれますか。大丈夫。
しこまりました。冥王の神像行きたいときはいつでも声をかけてくださいませ。はい、オッケー、右行きましょう。水玉いいですね。生きとしいければな皆神の子、我が教会どんなご用かな。子息を変える。無見えるぞ、そなたの中に眠るもう一つの姿が。異なる姿を目覚めさせ、人間からベリーに子息を変えたと申されるか。はい。おお、全知全能の神よ、勇気の中に眠るウェリーの姿を目覚めさせたまえ。きったうわ。子息が変わったことで装備できなくなった武器や防具は外しておいたからな。他にも用はあるかね。困った時はいつでも立ち寄りなさい。勇気に神のご加護があらんこと。魔法使いに変わりましょう。魔法使い、ショップポイントもらっとかなきゃ。あら、こんにちは。私はタフね。D級店ショップの店員よ。今日は新商品の入荷を記念してショップポイントというものをお配りしているの。今回は6月1日木曜日10時59分までここでお配りする予定ではいかがかしら。ショップポイントもらう。ショップポイント受け取る。はい、どうぞ受け取ってね。使い方 D級店ショップでご案内しているわ。勇気はショップポイント100ポイント手に入れた。受け取ったショップポイントは D 級店ショップで買い物をするときに使うとアイテムをお得に割引できたり、おしゃれストリートにいるショップ店員のせっかちゃんに渡すとアイテムどう交換してもらえるわ。それじゃまたね。OK ね。Thank you。案内係ピューリー。お帰りなさいませ。世界屋台協会提供旅のコンシェルジュサービスカウンターこちらです。あ、ゆき様、ホーローと名乗るご老人よりお預かりしている品物がございます。何やら特別なことを成し遂げたようですね。詳しくは存じませんが、私どもも支援をしてきた甲斐があるというものです。ではこちらを受けてください。ゆきはルーラスを切ったよ。ゆきはルーラスの手に入れた。あ、ゆき様、世界屋台協会の創始者から勇気様宛にお預かりしているものがございます。これは勇気様のような一流の冒険者を支援する目的で作られたもの。その名も達人のオーブと言います。この達人のオーブは持ち主と共に成長し秘めた能力を改善させる品でございます。詳しい使い方については各地の町や駅に派遣された達人と呼ばれる者たちがお導きします。グラン城下町駅、オルフェアの町、風の町アズラン、ジュレットの町、ガクトガタラ、ワークトラッカランに達人たちがおりますのでお尋ねください。作戦コマンドに達人のオーブが追加されました。グラン城下町駅、オルフェアの町、風の町アズラン、ジュレットの町、ガクトガタラ、ワークトラッカランの達人のところまで行ってみましょう。あ、ゆき様、守護者ラズバーン劇の討伐報酬をお預かりしております。どうぞこちらを受けてください。ゆうけ超元気玉にご手に入れた。あ、ゆきさん、明治王ネルゲル劇団討伐報酬をお預かりしております。どうぞこちらを受けてください。ゆうけ超元気玉3個手に入れた。さて本日はどのサービスをご利用ですか。贈り物受けてどちらを受け取られますか。お預かり経験値、それ経験値、現在預かっている経験値は合計187,068ポイントです。レベル90の使いで取得します。はい、クエスト求めるセントの連絡の経験値36,560ポイント手に入れた。クエスト結成若葉の探検の経験値28,256ポイント手に入れた。クエスト亡霊の声の経験値34,832ポイント。クエスト秘められた思いの経験値31,520ポイント。クエスト永遠の力の経験値47,500ポイント。クエストおばあちゃん先生の授業の経験値24ポイント。クエスト怪奇奇襲に潜む亡霊の経験値216ポイント。クエスト初めての使いの経験値8,160ポイント。合計経験値187,068ポイントを手に入れた。勇気は187,068ポイントの達人経験値を手に入れた。どちらを受け取られますか。他にご用意ございますか。
ご利用ありがとうございました。ところで、連動車上陸に関する特別な依頼が届いております。内容をご説明しましょうか？大丈夫。かしこまりました。それではまたの機会にでもお申し付けくださいませ。達人の恩のレベルが上がった。ベルナードレオンにしていきましょう。水玉だもんね。一流コレクターの称号を獲得。一流コレクター500種以上のアイテムを集めたものもぐらいしと肩書きなし。ジュラシティキオーサニクマモラル経験者増える。いいね。残り16匹。エンゼルハーツ。宝珠。そんなページだもんね。オッケーオッケー。これ9匹。
残り7匹です。あっという間に早見水はごろました。あー残り5匹、ヘイミ、残り3匹です。勇気は不意をついた。ガマの油で染めると、ラスト魔力使う、勇気レベル91です。おめでとう。魔戦に戻します。日替わりクエスト水玉ドラゴン討伐をクリアしました。おめでとうするぜ。木工切りでいきます。
今日のバザーじゃねえや。そう、依頼品ちょっと見たんだけど、アプリでね。ギルドの依頼品です。マグマのさえレシピ覚えてません。買いに行きましょう。使うものレシピ帳、木工、マグマの杖。よかった、安い。すぐにレシピ覚えていきます。勇気はマグマの杖レシピを読んだ。マグマの杖レシピ覚えた。マグマの杖レシピは光に染め消え去った。他にもやるかい。またいつでも来ておくれよ。はい。本の字幕か。ここで買います。そう、そう、強いんだよね、あのレベルが低い装備だから。まず調査いきましょう。超大変。欲しいっすか。さあマグマンスで頑張りましょう。負けすぎちゃった。はいっか。マグマンさん欲しい位置ができた。
深夜職人ゆきさん、ふふふ、時折あなたの作った木工品の評判を伺うようになりましたよ。さて今日のご用なんでしょうか。依頼ですね。マグマンさん行きましょう。レベル35以上か。イカツチュンス。バカギの弓。いいレベル67です、おめでとう。ヘミ。世界の枝協会からの届け物。世界の枝協会の手紙。連弾者上陸に関する特別な依頼が届きました。この依頼の報酬は港町連弾と連弾者をつなぐ定期船の乗船パス引換券です。世界の枝協会では自由がある冒険者の方々の協力を切実に求めております。世界各地の宿屋にいる案内係をぜひお尋ねください。世界の枝協会さんからの手紙を受け取ります。郵便局ポストから世界の枝協会の手紙を受け取った。そうだ、宝珠忘れてたね。達人トーン。わしは5つの答えを学び、おぬる極めんとする者たちを導く者、人呼んで達人である。ふむ、ではお主は達人の部の持ち主になったばかりといったところのようじゃな。達人の部とはお主が経験値を得ることでレベルアップする生きた宝石じゃ。達人の部はレベルアップするたびに達人ポイントと呼ばれる力を生む。これはお主が強くなるための糧となる。しかし達人ポイントはそれだけでは何の役にも立たん。さまざまな能力を秘めた宝珠というものが必要じゃ。宝珠はモンスターなどから入手できるが、その宝珠をわしのもとに持ってくれば宝珠に秘められた能力を開花させよう。その開花した能力に達人ポイントを振り分けて初めて能力を発揮させることができるぞ。まあまずは触ってみるから早かろう。一つ宝珠の能力を開花させよう。受け取るがよい。勇気は炎の宝珠を手に入れた。早速作戦の達人の部から宝珠に達人ポイントを注いでみましょう。達人ポイントは達人の部のレベルを上げることで増えていきます。北が勇気の木は何用じゃ。鑑定する。では鑑定したいものを選ぶがよい。光の宝珠。この宝珠を鑑定するのにない。これはドラゴンステップの技巧。お主に新たな能力が開花されたな。宝珠は宝珠ポイント1ポイントに変換しておくぞ。
他に用あるから説明を聞く。何について聞きたいのじゃ。達人ノーブについて。達人ノーブとは、お主が経験値を得ることでレベルアップする生きた宝石じゃ。達人ノーブはレベルアップするたびに達人ポイントと呼ばれる力を生む。これはお主が強くなるための糧となる。しかし達人ポイントはそれだけでは何の役にも立たん。達人ポイントを使うには宝珠と呼ばれるものが必要でな。手に入れた宝珠をわしの元に持ってくれば、宝珠に秘められた能力を開花させよう。その開花した能力に達人ポイントを注ぎ込むことで初めて能力を発揮させることができるのじゃ。それから達人ノーブがレベルアップで生む達人ポイントには種類があってな。炎の達人ポイントは炎の宝珠にしか使えん。達人ノーブレベルは全ての属性で共通じゃ。よく覚えておくといい。他に何か聞きたいことあるかの。達人クエストについて。達人クエストでは週に一度全ての冒険者に向けて5つのクエストを提示する。お主はその中から自分に適したものを1つだけ選んで達成するのじゃ。仲間と協力しても構わんぞ。見事クエストを達成した暁には好きな属性の宝珠を与えよう。振るって挑戦するがいい。他に何か聞きたいことあるかの。宝珠ポイントについて。宝珠ポイントとは鑑定するで鑑定した宝珠の数と同じだけ授けられるポイントのことじゃ。多くの宝珠を見出した褒美としてポイントを使っていくつかのアイテムと交換することができるぞ。他に何か聞きたいことあるかの。他に用はあるかの。達人クエスト。達人クエストでは週に一度全ての冒険者に向けて5つのクエストを提示する。お主はその中から自分に適したものを1つだけ選んで達成するのじゃ。仲間と協力しても構わんぞ。見事クエストを達成した暁には好きな属性の宝珠を与えよう。さあ振るって挑戦するわよ。達人クエストに挑戦するのじゃな。では今週のお題はこれじゃ。ダークトレアム討伐、道具使いで行く迅速な魔人エンライズキを討伐、キングイーラ討伐、ダイハチの霊長を制覇せよ、バンマの塔の2の祭壇をクリアせよ。何が終わるかの。また来るだろう。達人ノーブ炎。達人ノーブの説明です。達人ノーブでは開花された宝珠能力をセットし、達人ポイントを振り分けて強化させることができます。宝珠能力は未開花も含め全て表示されますが、振り分けられるのはレベル0の開花された能力のみです。レベル0から1にすることで宝珠能力がセットされ効果を発揮します。宝珠は最大12時までセットできます。達人ポイントはいつでも振り直し可能です。職業ごとにも保存されますので、目的に合わせて必要な宝珠能力を変更してみましょう。普通の投資いいですね。最大 HP プラス4。レンダーシアっていうか、シュートガスやりたいからね。はい、ちょっとまた先進めて、またサイドクエストとかいっぱい攻略していきたいと思います。それではお相手は宮内中です。まず愛してるぜ。バージョン1クリアありがとう。おめでとう。